たっくん？たっくん？達也です。よし、お迎えは樽岡真由子です。真由子ちゃん、はい、斜め向かい長くなります。福岡大学理学部4年の、はい、たっくんと呼んでもいいですか？たっくん、アインシュタインはさ、光は無重力空間では直進するけど、重力があるところではその重力によって曲がってしまうもんだって考えたんだよ。太陽って地球の何倍もの。エア冗談じゃん。私、男の人にプレゼントってしたことないから、何買ったらいいのか分かんなくて。何言ってんだよ、嬉しいよ。ちなみに私の誕生日は7月2日だよ。ん？誕生石はルビーだよ。知るか。鈴木達也です。よろしくお願いします。おお、鈴木達也。突然で悪いけが、君たち新人の二人にはこの7月から東京に行ってもらおうと思ってるが。で、都会の絵の具に染まらないで帰ってね。これ高校時代のスーさんな。スマートだね。勝手に見るんじゃない。あの話覚えててくれたんだ。当然だろ。乾杯。何それ、彼氏にもらったの？先週誕生日だったから自分で買ったんです。あの、鈴木優希です。理学部数学科、趣味は読書です。どっちがいいかな。こっち。お待たせしました。じゃん。え、それ忘れないでくださいね。うちの電話番号ですから。はい。あれ、お前開けてない？ちょっとね、あれが来てないの。大丈夫大丈夫。ごめんごめん。もしもし。もしも、まゆこさんお願いします。あの、タック、タックってわかりますか？バイバイ。うん、バイバイ。持ってきたよ。あ、ムンコじゃないんだ。じゃあタックンは3ヶ月だって。なんだよこれ。俺がお前と会うためどんだけ切り詰めてるか分かってんのか。今度の金曜日なんだけど無理になっちゃった。え、どうしたの？ちょっと体調崩しちゃって。体の調子が良くなった開放感かな。ビールが美味しい。便秘だったんだ。え、便秘？来て、部屋に来て。初めての相手がタックンでよかった。やめてよ。イブの夜にホテルで食事してそのまま泊まったりできたら最高だよね。12月の24日に予約をした鈴木と申しますが、
キャンセルをさせてもらってもいいですか。ありがとうございました。はい、静岡ターミナルシティホテル受付でございます。あのクリスマスイブってもういっぱいですよね。ちょうど今他のお客様からキャンセルが出まして。え、空いてますか。じゃあお願いします。もしもし、たっくん。はい、鈴木です。あ、もしもし、たっくん、ね、今電話した。あんちゃん、いや、してないよ。あの指輪、今日はしなかったの。ああ、あれ、実はね、どっか行っちゃったんだよね。私、男の人にプレゼントってしたことないから、何買ったらいいのか分かんなくて。マネちゃんのためにもっとかっこいい男にならなきゃ。ほっほっイエーイ。何やってるの、タンク君。ごめん、意気込みすぎちゃった。もうタンク君ったら。大丈夫ですか。マユ、たっくん、たっくん、どうしたの、たっくん。